よかったな、コタロー。何飲んでんだ。ああ、来ないで。兄ちゃん。あれをどうしないと。野生の動物だったら一番最初に食べられちゃうな。サンタさんだって来てくれるぞ。サンタさん。で、コタロは何をそこで踏ん張ってるわけ？コタ、頑張る。兄ちゃん、指地。コタ、勉強。サンタさん。食べたらきっちり歯磨くんだよ。兄ちゃん。ん？ああ。ああ。うん。コタロもありがとう。うん。どれがいいか決まったのか？兄ちゃん。実際はただ引っ張っていこうとされてウサイダの通訳が入ったわけだが。お、兄ちゃん。いやー、いや、兄ちゃん。あ、危ない。わかったかい。はい。もいじゃもいじゃ。お構いなく。ああ、どこからかアリさんが入ってきたんだな。よくこんな小さいの見つけるな。なになに。もいやもいや。あたしゃ、あんたらを息子の代わりに呼んだのでも同情してよ。兄ちゃん。あ、コタロ、ありがとな。情けないけど、そろそろお前は部屋から出な。薬、兄ちゃん、飲んだ。そんな飲んですぐ治るかい。ごめんな、コタロ。兄ちゃんもお前に風邪移したくないし。